高畑敦子、5ヶ月ぶりのテレビ復帰へ。来年、1月、レギュラー番組で仕事再開。女優、高畑敦子、62、が来年、1月から自身のレギュラー番組だった、NHK スタジオパークからこんにちは、で、仕事を再開させることが、18日、わかった。複数の関係者によると、同、中旬からの出演が濃厚という。8月、23日に長男の俳優、高畑裕太、23、が、強姦致傷容疑で逮捕されて以来、5ヶ月ぶりのテレビ復帰となる。生放送のスタジオパークからこんにちは、は、NHK の男性アナウンサー、2人、伊藤武彦、真下隆、と、女性タレント、4人、高畑、竹下恵子、戸田恵子、清水美智子、が、男女、一人ずつ日替わりで司会を担当し、ゲストとトークなどを展開。高畑は2014年4月からレギュラー出演していた。しかし、裕太が逮捕された週の出演日だった8月29日から出演を辞退。女優、榊原郁恵、57、らが代役を務めていた。被害者と示談が成立し、不起訴処分で裕太が釈放された後も出演を見合わせていた。榊原らと共演した主演舞台、雪まろげは、交番を悩みながら、地方の方にも舞台を、お見せするのが、私の食材、と、覚悟を決めて出演。9月24日から今月、4日まで14都府県を巡業し、前後14公演を完走。翌、5日からオフに入り、裕太と、親子でしっかりと向き合う時間を作ってきたという。年末年始は親子水入らずで過ごし、年明けにも建設中だった新居に、引っ越すとみられる。レギュラー番組を再開させ、新年は公私ともに心機一転、一家の大黒柱として突き進む。